日本家ミソりで髭を剃る男性低毛とは毛を剃ること。低毛は頭髪を含む体毛を剃ることを指すが、頭髪の場合は宗教的な意味合いがあるために低髪と呼ばれ区別されている。男性において最も日常的な低毛対象は髭である。近年は男性でも体毛の除去を行う向きがある。社会人、大学生にかかわらず7割以上の男性が 洗面室の鏡を使用し、洗面室で整髪、髭剃りを行っている。女性は日常的に剃毛を行っているが、特に肌を露出する機会の多い夏に、すねや脇毛の剃毛を行う。また、女性用水着は面積が小さいので、水泳前には陰毛の露出やはみ出しを抑えるため剃毛を行う。剃毛は専用の髪剃りや電動シェーバーで剃る方法や、 脱毛剤を用いて脱毛する方法がある。なお、ミ剃りを使用した低毛業として行うには、利用種免許が必要である。男女問わず、化粧のテクニックとして、眉毛を剃り落とすことは、一般的に行われている。女性は、昔から眉を落とし、眉墨で細い眉を描くことが多い。威圧感を与える顔にするために剃るということもある。もちろん男性でも、 化粧として眉を描く人は少なからず存在している。こうした低毛に関しては文化的にあまりさえは見られない。毛の生える部位は洋の東西を問わず同じためだが西洋人は毛色が目立たないために脇毛の処理をしない女性がいるとも言われる。旧石器時代には黒曜石を研いだものがカミソリ代わりだったと考えられる。紀元前3000年から4000年頃の 地中海地方や古代オリエントにおいては、すでに脱毛剤が使用されており、古代エジプトの工芸品として、制動性のカミソリが見つかっている。中世ヨーロッパでは、ドイツのゾウリンゲンや、イギリスのシェフィールドで、刃物産業が発展すると、カミソリの切れ味も向上し、髭りを制御とするものも現れるようになる。日本に、帝毛の習慣が伝わったのは、 仏教が伝来した538年頃のことだったと言われる。枕の創始、ありがたきものに、毛のよく抜くる銀の毛抜きが挙げられており、平安時代中期から脱毛は関心時だったようである。江戸時代になると、酒焼きを整えるために、武士の間でカミソリが用いられるようになり、毛抜きなどで眉毛を整える習慣もあった。明治時代後期には安全カミソリが、 海外から輸入されるようになり、一般人が自分で堤毛を行う習慣が定着した。手術前の堤毛は19世紀には広く行われていた。手術前の処理としての堤毛は、手術部位感染を抑えること、手術を進める時に邪魔にならないようにすることを目的に行われる。これは毛に雑菌が繁殖しやすいとされてきたためである。だが、近年の研究によって、 低毛の有無による消毒効果には大差がないとされ、患者の周知心や苦痛、看護婦の精神的負担、看護業務の省略化の面からも、不必要な低毛は行わず、低毛が必要な時は皮膚を傷つけない、必要最低限の肩毛の除毛方法が望ましいと指摘される。特に、分辨中の低毛については、処置から自動発露までの時間が長くなる一方で、 消毒効果は正式と同程度に止まるため適当な処置とは考えられていない。また、低毛用ブラシは一度使用すると最近に汚染され、単に消毒液に浸すだけではブラシを清潔に保つことは難しいとする報告がある。仏教教典、相応部に啓発に関する記述が見られる。この記述から啓発の宗教者が珍しい存在であったことが伺える。その時に、 セソンは、スンダリカ・バーラドバージャの足音を聞いて、頭の衣包みを、おにょぎになった。その時に、バラモンであるスンダリカ・バーラドバージャは、この方は頭髪を剃っておられる。この方は低髪者である。と言って、その場から引き返そうとした。しかしながら、同時に、彼はまた次のようにも思った。この世では、ある、一部のバラモンどもは、頭髪を剃っているということらしい。 それならいざ、私は、むしろ彼に近づいて、その出身を質問してみようと。その時に、バラモンであるスンダリカバーラドバージャは、セソンのおられるところに、お近づきになった。お近づきになってからセソンに話しかけた。ジ者の生まれは何でしょうか。と、ありがとうございます。